一つ、とても気がかりなことがあるわ。ええ。あの子の前では、あえて口にしなかったんだけど、結晶の力が、私のものと似て非なるものだって話したのは覚えているかしら。実は、結晶の元素力が、あのキノコンのものと全く同じだったのよ。なんだって？ええ、あの子が言っていた予言は、その種族を代表する元素生命が、かつて私と結んだ約束のはずよ。その故郷を救うためには、まず、禁忌の知識について解決しなければならない。でも、それをすれば、私に影響が出ることになる。今までずっと、やり残したことがあるように感じていたけれど、これで説明がつくわ。なるほど。でも、あいつから得られた情報が少なすぎるよな。残念だけど、これじゃ難しいんじゃないか？そうね。あの子が説明してくれた故郷を、私もずっと考えていたけれど、思い当たるところはなかったわ。ええ。あの子たちを故郷に返してあげないとね。もうさまよい続ける必要はないんだから。方は、かなりのやり手のようですね。たとえ、世界の滅亡の中にあったとしても、生き残る術を見つけられたでしょう。そういえばずっと聞きたかったんだけど、お前たちって元からその姿だったのか？いえ、私たち種族は環境に応じて姿が変化するんです。このスメールの土地で様々な生物と交流をした後、キノコンこそがこの土地に最も適応した生命形態であると気づきました。そのため、私たちも徐々にキノコンの姿となり、その種族に溶け込んでいったのです。そんなことができるのかよ！生命にとって一番重要な本能は、適応することではありませんか。これ式のこと、何も驚くようなことではないと思いますが、あなたの手が、そのような形をしているのは、道具を簡単につかみ、それを使うためです。そして、キノコンが元素力を吸収するのは、環境に溶け込み、天敵から身を守るためになります。私たちは、草元素生物であり、この大陸に生息する、最も古い生命の一種。ゆえに、適応力もいささか高いのです。つまり、オイラが望めば、オイラも姿を変えられるってことか？もちろん、そこまで自由なものではありません。時間の助けも必要となります。こういったことは、すべて私たちにとって常識ですが、説明するとなると難しいものですね。簡単に言えば、形態を変化するには力が必要で、その力は時間に由来します。苗を一瞬で大樹まで成長させることはできませんし、木々を一瞬で実らせることもできません。なるほど。人間にも似たような言葉があるわよ。つまり、成長ってことね。おお、さすがなヒーだ。その言葉ですぐに理解できたぜ。成長。なるほど。では、これこそ成長ですね。素敵な言葉です。道中、ゆっくりとこれを噛み締めるとしましょう。あとどれくらいで着くんだ？もう半分過ぎました。頑張ってください、バイモン。おんぶでもしましょうか？おい、いやいや、ただ聞いてみただけだって。別に疲れてなんかないから。どうやら人の世話を焼くのが好きなようね、あなた。そうなのでしょうか。草の王もいかがです？おんぶしましょうか。そんなことした
からお互い動きにくくなると思うわ。それより私の頭の上に乗るのはどうかしら。またそのどうやらおんぶという行為への理解が違うようです。疲れているかどうかに関係なく、背におんぶして高く持ち上げるだけで、子供はいつも喜んでくれていました。子供？最初に会った2匹のキノコンのことか？はい、あれは私の友人と、それから私の子供です。お前の子供は喋れないんだな。あの子はただのキノコンですから。私の存在によってキノコンの一族に変化をもたらしたり、本来の姿に影響を与えたりはしたくありません。でもあの子にも普通のキノコンとは違うところがあります。あの子は人間の言葉を漠然と理解することができるんです。ですから名前をつけてみました。の、きっと可愛い名前なんだろうな。例えばポコポコビーニーみたいに。パイモンは名前の付け方が独特ですね。あれ、おいらこの名前にはすごく自信があったんだけど。不思議な響きの中に愛らしさが詰め込まれているわ。これはパイモンにしか思いつかない名前ね。ひひ、そうだろ。私が付けた名前はパイモンのものほど創意に富んだものではなく、冒険者から学んだ言葉です。確かごめんなさい、これも忘れてしまいました。どうやら私は重要なことをたくさん忘れているようです。はい、帰る前に絶対思い出さないと。これは故郷と同じくらい大事なことですから。こちらです。もう少しで着きます。これって地域じゃないか？そうです、人間がそのように呼んでいるのを聞いたことがあります。これが私たちのような生命の末路であり、最後に見せる姿です。よくわかんないんだけど、どういうことだ？この子が言いたいのは、生命が散々苦しめられて最終的に死を迎えると、地域の主要になるということでしょうね。はい、草の王の助けがなければ私もこのような結末を迎えていたでしょう。地域ってそうやって生まれてたのか。過去の研究によると、地域を生み出した元凶は近畿の知識なの。そして近畿の知識が完全に消えても、それがもたらした影響はそのまま残る。地域が一緒に消えたりはしないわ。この子たちは長いこと近畿の知識に苛まれてきた。だから最終的に地域になってしまうのも頷けるわね。最も悲しく、そして同情せざるを得ない最後だわ。私が故郷を離れた時、このような花が至るところに咲いていました。その花はそれぞれが一つの生命であったことを意味しています。清らかな湖の中から、肥沃な土壌から、私の家から、友人の家から芽生え、どこもかしこも埋め尽くされて、世界は一瞬にして色を失い混沌へと落ちました。でも問題ありません。私たちの生命の本質、元素力はまだこの花の中にあります。冒険者が刺激を処理した後、私はこっそりと近づくんです。もし仲間の元素力を感じたら、それを連れ出すために。でもそれだと近畿の知識の影響が。いえ大丈夫です。今はもうそれは重要ではありません。彼
彼らが皆最後に故郷へと帰れればいいのです。ずっとあのような姿でここに残り、後も残らずに消えてしまうなんて、あまりにかわいそうでしょう。こうして帰郷の機会ができた以上、少しでも多くの同胞を連れて行ければ、私も嬉しいですから。わかったわ。私たちに任せてちょうだい。私のことを心配してくれているのね。大丈夫よ。禁忌の知識はもう存在しないわ。猛毒を持つ蛇と相対するときは、慎重を期さなければならない。でも、脱ぎ捨てられた皮であれば、それはただの抜け殻に過ぎないわ。何言ってるかよくわかんないけど、とにかく意見が一致したってことだよな。よし、早速片付けようぜ。オイラたち、地域の処理に関しちゃ経験豊富だからな。やはりこの子だったんですね。私の知る最後の同族まであと少しだったのに、あと少しこの子も耐えていれば。あなたが故郷に帰った後、このような苦しみを二度と味わわないことを祈っているわ。大勢の元素生命が地域の主要になったことを考えると、オイラすごく悲しくなってきたぞ。大丈夫です。元素力が存在している限り私たちは消えませんから。体はあくまで時間からの贈り物に過ぎません。成長によって変化は訪れ、時には体そのものを捨てることだってあります。でもその本質は簡単には変わりません。もう少し早くこの子たちを治せていれば、こんなことにならずに済んだのに。ウリンとこの地に息づく数多の生命のためにも、この子たちを全員見つけ出して治してみせるわ。草の王、感謝いたします。信じることを選び、そして待っていたことは私たちの選択で最も賢明な判断だったようです。あら、待って、情報が届いたみたい。うん、なるほど。ええ、いいわ、わかった、ありがとう。一致するキノコンが一体見つかったわ。今は気絶しているそうよ。おそらく私が陥っていたのと似た状況なのかと。早速行ってみましょう。ええ、そうね、私が案内するわ。自分の姿を変えるのがこれほど消耗の激しいことだとは思わなかったわ。借りた知識を使ってもこれなのだから、どうやらこの子の慎重さにはちゃんと意味があったようね。時間の力はまるで雨だれが一生うがつようなものです。普段は気にしませんが、一瞬で変化を求めようとすれば極めて大きな代価を支払うことになります。そのような代価を支払っていただいたこと、心より感謝します。すべて順調ですので、あとはこの子が起きるのを待ちましょう。君たち、誰？ごめん。言葉、下手。理解、時間、必要、たくさん。大丈夫です。いい知らせがあるので、キノコンの伝達方法で説明しましょう。世界の滅亡、終わった。今、帰る？はい。でも残念ながら、私は故郷の場所を忘れてしまったのです。あなたが覚えているといいのですが。僕、覚えてる。本当か？やったぜ！
故郷、蒼龍。蒼龍、そう、そうでした、蒼龍。すみません、つい興奮してしまいました。これほど感情を表に出したことは今までになかったかもしれません。ですが、この子の言うように蒼龍が故郷です。また、おいら全然理解できてないんだけど、蒼龍って元素の龍のことか？トワリンみたいな？ええ、同じ龍に属するものよ。ただ蒼龍アペプはもっと古い存在で、その元素力の蓄積もかなりの量になるわ。でもどういうこと？どうして龍を故郷と呼ぶのかしら？私たちが蒼龍の体内で暮らしていたからです。蒼龍内部大きい山、水、木々、僕たち。蒼龍の体内にはもう一つの世界があります。蒼龍が最初の生命を誕生させた後、私たちをその体内で守ってくれていたんです。かつて蒼龍は威厳のある声で私たちにこう告げました。成熟した暁には新たな世界で生活ができると。ですが、その日は最後になっても来ませんでした。世界の滅亡が訪れるまで、故郷こそが最も良い場所だったのです。おいら、まだ理解が追いついてないんだけど。はい、それと似たような関係です。どうやらあなたはパイモンよりずっと賢いようですね。ただ蒼龍は草スライムよりも何倍も大きい体を持っています。待って、そうなると、まるでアペプも近畿の知識によって汚染されているかのように聞こえるけど。ええ、その通りです。いきなり思い詰めた顔をされて、どうかしましたか？あなた様が、そのような表情を見せるのは初めてですが。アペプはこの世界で、最も適応力を持った生物よ。近畿の知識もとっくにその体の一部になっていたはず。つまり、近畿の知識をすべて消したことで。そいつにも巨大な穴ができた。おそらくそうなるわね。その体や魂は、もう目も当てられないような惨状になっているでしょう。道理で長いことアペプを見なかったわけだわ。一体どうやって汚染されたのかしら。キングデシェレト文明が滅亡したせい？それ以来ずっと、身を隠しながら苦痛に耐えてきたんでしょうね。今もひどく苦しんでいるはずだわ。そうなるわね。どうして忘れてしまっていたのかしら。蒼龍が限界を迎えた時、その元素力は生命の形態を維持できず、体内に留まることもできなくなる。アペプの元素力が全て外に放出されることになるわ。そして放出された高濃度の草元素は、ウリンを過度に成長させ、高い木々は太陽を完全に遮り、植物が人間と空気を奪い合うことになる。スメール全土が生命の住処として適さなくなるわ。そうだ、あの結晶はどうだ？あれをこいつらに見せたら何かわかるかも。そうね。ごめんなさい。あなたたちの言う通りだわ。慌てている場合ではないわね。あなたたち、これを見たことはあるかしら？ない。その力からは懐かしさを感じます。私たちの故郷に由来するものだと思いますが、その正体は私にもわかりません。すみません。私たちの記憶が曖昧なせいで。ううん。気にしないで。前と同じように助っ人に連絡して、他の家族を見つけられないか試してみましょう。お願い。あなたたちの情報は、とても重要なの。
情報を待ちましょう。耐え難い時間かもしれないけど。君たち、感謝。家族、果物、届いた。この子たちに、あなたたちは悪い人ではないと説明したんです。この子のことを助けたのを見て、その家族たちも感謝しています。故郷に帰る、離れる、難しすぎる、わからない。こいつら、弱い、心配、待つ、待ってる、なら、手伝って。そう焦らないでください。言いたいことはわかりました。私たちは家族を大事にします。それは、どの時期の家族であってもです。この場所を守るために、この子はいろんなことをしてきたそうですが、いざ離れるとなると、心配で仕方がないようです。現状、待つことしかできないのなら、最後にこの子の手伝いをしていただけないでしょうか。ええ、もちろん。その気持ちは私にもわかるわ。それに私も、自分の考えを整理する必要があるから。ありがとう。感謝。畑、食べ物、面倒を見る、植物、侵入、嫌い。手伝ってほしいことが二つあるようです。一つは、食料源である畑の面倒を見ること。もう一つが、侵入してきた植物を追い払うことになります。畑、あっち、まず行く。種、ここ。おう、任せろ。これは翻訳しなくて大丈夫だ。行ってくるぜ。ふぅ、これで、ええ、落ち着いたわ。でも、新しい手がかりが見つかるまで、できることもなさそうね。じゃあ、オイラたちに僧侶のことを教えてくれないか？その竜について知らないことだらけだし、キング・デシェレトとは一体どういう関係なんだ？ええ、いいわよ。知っての通り、竜の歴史はテイワットの誕生から始まったわ。スメールはアペプの領地で、当初は一面が青々と茂った雨林だったの。え？昔は砂漠がなかったのか？そうよ。巨大な釘が天から降ってきて、雨林を完全な砂漠に変えるまではね。アペプも、エメラルドグリーンの巨竜から砂色に姿を変えたわ。これもまた、その環境に適応しようとしたことの現れね。道理であの元素生命の2匹は、ことあるごとに適応って言ってたんだな。アペプはずっと、自分こそがスメールの主だと思い込んでいた。だから、その後に訪れた秩序を認めようとしなかったの。アペプは魔人を敵視していて、その考えは今も変わっていないはずよ。ただ、天の力が降りかかり、その後の禁忌の知識の影響によって、騒ぎを起こす余裕がなかったのでしょうね。二つの秩序が、ある種のバランスを取れるまで、果てしない対戦が続くのは必然のことよ。私の知る限り、アペプはずっと砂漠に引きこもっていたわ。そして、キング・デシェレトはそれに興味を持った。もしかしたら、そのこともアペプが汚染された原因なのかもしれないわね。何を考えているかはわからないけれど、アペプを救うことが、最優先事項なのは間違いないわ。私の手にあるこの結晶こそ、二つの事柄を結ぶ鍵になるはずよ。
本当にあいつらが大好きなんだな。家族、好き。君、家族、好きじゃない？そうじゃなくてさ、だってお前らは同じ種族じゃないだろ？関係ない。僕、家族、好き。家族、僕、好き。おい、ちょっとわからないぞ。家族が愛し合っているなら、他のことは重要じゃないと言いたいんですよ。あなたたちは見た目を重視しますが、私たちはそうではありません。そんなことよりも、歩んできた道を、学んだ知識を、気づいた関係を大切にします。見た目よりも頼りになるし、どれも時間からの贈り物ですから。つまりは、成長の本質なんです。なるほどな。わかったぜ。見た目は変わっちゃうものだから、内面の方が重要ってことだな。それでもオイラはお前についていくぜ。まさか、姿が変わったくらいで、オイラのことがわからなくなったりしないよな。そうなのね。わかったわ。いいえ、いいの。ありがとう。森にはこれ以上情報がないわ。しばらくはあなたたちの家族を探せなさそうね。手がかりはここで途絶えてるみたい。もし誰もこの結晶の使い道を知らなかったら、アペプは危ないわ。ごめん。大丈夫。あなたのせいじゃないわ。二人ともが結晶のことを忘れてしまってるのは偶然じゃないかもしれない。結晶は、近畿の知識と深く関わってるんだもの。記憶が影響された可能性もあるわ。もしそうなら、他のキノコンを見つけたとしても意味がない。結晶と世界の滅亡。世界の滅亡と記憶。草の王、今唐突に思い出しました。予言のことはまだ覚えていらっしゃいますか？ええ、なんとなく。それがどうしたの？予言とは、過去と未来を結びつけた物語。世界の滅亡も、私たちの一部だから、保存しておく価値があると、私の家族が言っていました。当時、我々一族は、その子の観点を認めなかったので、あの子は去っていきましたが。保存？まだ消されてないやつがあるってことか？その可能性は低いわ。世界樹の力は、隅々にまで行き届いているもの。予言では、どこへ行ったか言及していたかしら。スメールの東、底知れぬ地下、帰らぬ混沌の地。うん、きっと双眼巨炎だよな。でも、あんなとこまで何しに。そうね。近畿の知識を保存しておくことは不可能だけど、もし保存したものが、もはや、近畿の知識でなくなっていたとしたら、急に難しい話をしてごめんなさいね。でも、可能性は高いと思うの。私についてきてちょうだい。その元素生命が見つかったら説明するわ。その元素生命は、一人ぼっちでここまで来て、ずっと長い間過ごしてたってことか？そしたら、他の個体と同じように、とっくに刺激になってるんじゃないのか？ここだからこそ、あれの力を借りて、その結末を回避できているかもしれないわ。あれは、アビスに対抗する道具で、遥か昔、テイワットの亀裂を修復したの。テイワットに属さぬ力を浄化して安定させる力を持っているのよ。その光に照らされた近畿の知識は別の形となってここで永久に保存される。ええ、まるで石鹸が水に濡れて作った泡のようにね。また変な比喩だけど、なんとなくわかる気がするぞ。草の王はつまり、世界の滅亡は巨大な釘の力によって変化させられ、
神殿の中へと隠されているとおっしゃりたいのですね。ええ、近くにあるはずよ。近づいてみましょう。やっと救い出せた。この子が予言に出てきた子のはずです。あの光は、待て、黒いのが出てきた。様子がおかしいぞ。どういうことだよ。もう浄化されてるんじゃなかったのか。長い時間が経ったからでしょうか。神霊の力は世界の滅亡よりも安定していますが、それでも有効的な力ではありません。長くそれに使っていたわけですから、まだ意識があるとは限らないでしょう。そんな、こっちはまだ聞きたいことがいっぱいあるんだぞ。私の元素力を使えば追い払えるはずよ。でもこの方法だけが正気なのよ。旅人。いいえ、あなたの判断を信じるわ。私もちょっと軽率だった。他の方法を考えてみましょう。あ、そうだ、この前言ってたよな、あれに含まれてる元素力はあいつらのと同じだって。あれの力を使うの？でも草の王がためらっていらっしゃいます。私もです。本当の使い道が分かる前に使ってしまうことには大きなリスクが伴います。分からない、あれもダメこれもダメ、命を救う大事。気持ちは分かります。でもこれが故郷に帰る唯一の道なのですから、慎重にしなければ。大丈夫よ、喧嘩しないで。消費する元素力については何とかするから。ということで旅人に任せてもいいかしら。私が知る限り、あなたは禁忌の知識に対して不思議な耐性を持っているわ。無理するなよ、おいら心配だぞ。草の王、そしてあなたたちは。わしはどれくらい待っておったんだろうか。よかった、助かったみたいだ。草の王が自ら見つけてくれた。ということは世界の滅亡はもう終わったのか。また小さくなられたのだな。ごめんなさい、そのあたりの記憶は頼りなくて。あなたのことはもう覚えていないの。うん、そうだな。その頼りなき部分のためにわしは存在するのだ。世界の滅亡は徹底的に排除され、それに関連する記憶は不安定な状態となる。そうあなたはおっしゃった。その後も我々一族との約束を覚えていられるかどうかはあなたにも保証できないと。だがあなたは決して約束をたがえないお方だ。あなたのお覚悟に比べればわしの犠牲なぞ取るに足らん。これがあなたとの約束だったの？そうだ、あなたはご自身のお力でわしをお守りくださった。でなければここで生きながらえることはできなかったはずだ。しかし実を言えばもう耐えられん。もっと自分は強いと思っていたのだが。世界の滅亡の力を前にすれば誰だって無力さを感じずにはいられないでしょう。比較的安定した記憶を保つためにわしは世界の滅亡の力を別の形に変換しなければならんかった。そのようなことは本来
天から降ってきた巨大な釘にしかできぬことだ。その道を選んだわしは、同時に草の王に救われる機会を失ってしまった。わしのことは重要ではない。草の王、本題に入ろう。ご覧の通りわしは、もう長くは持たない。ごめんなさい。わかったわ。ありがとう。ところで、あなたはこれが何かわかるかしら？これは、火種だ。僧侶を救うのに必要なものだ。状態も悪くなさそうで、本当に良かった。これは当初、草の王と我々一族が一緒に作ったもので、僧侶のオアシスの心の作動方法を模倣している。僧侶は世界の滅亡によって長い間苦しめられてきた。その力はあまり残っていない。だが火種を使い、そのオアシスの心を再び活性化させれば、自己回復できるはずだ。そして、我々の故郷も元通りになる。オアシスの心は、アペプの力の源なのでしょうね。なるほど。通りでこの結晶で直せたわけだ。これがこいつの使い道なんだな。何？わしを救うために火種を使ったのか？そうだぞ。それがどうかしたか？それは、いや、あなたたちの責任ではない。あなたたちは事情を知らなかったのだからな。火種とは、濃度の極めて高い元素力を小さな塊に凝縮させたものだ。それは強く、脆い、存在形態が不安定なものだから、不慮の事故を避けるためにも、もう二度と使わないでくれ。私が作ったからには、責任もちゃんと負うわ。心配しないでちょうだい。うん。火種は、僧侶を癒す以外にも、オアシスの心と共鳴することもできる。つまり、あなたたちは、火種の導きを頼りに、僧侶の在りかを見つけられるはずだ。さあ、行きなさい。ことは一刻を争う。君は？わしのことはいいから、早く故郷に帰りなさい。みんな一緒に帰りましょう。あなただって、例外じゃありませんよ。さっきも言ったはずだ。草の王に救われる機会は、とっくに失った。草の王、会いに来てくれてありがとう。僧侶を救うと言ってくれて、ありがとう。おかげで我々一族の過去は守られ、我々一族の未来も続いていく。この子たちが帰れるだけで、わしは満足だ。おい、ちょっと待てよ。あいつ、神霊になったのか。もう一度、流明石を使っていただけませんか。あの子の元素力を感じるのです。お願いします。一番帰郷するべきなのはあの子です。それがあの子の叱るべき結末です。これがあの子の残した小さな光。感じます。あの子の知識と感情、すべては元素本来の姿に戻り、他の家族たちと一体になりました。悲しまないでください、みんな。あの子の願いは叶いました。今はとても幸せなはずですよ。見た目は重要じゃない。そうよね。ええ、見た目は重要じゃありません。故郷が救われ、家族が再会する、それが何よりも重要です。帰ろう、故郷に。故郷に。
近くよ。ついてきて。もうそう遠くはないはず。これ以上そっちに行くと何も見えなくなっちゃうぞ。間違いないわ。あれが蒼龍のアペプよ。でかいだろうとは思ってたけど、あそこまででかいなんてな。小さな神と小さな人間よ、世の領地を離れなさい。一面に広がる黄砂の中で、何時らのようにか弱き命は生きてゆけぬ。あなたを救いに来たわ、アペプ。救いなどいらぬ。特にブエル、汝の助けなど。汝はアモンと同じく、種油の間しか存在していなかった。だのに天からの意向を借りて、この地の主を自称する。汝の進む道を見てみるがよい。何時も最後には腹鉄を踏むだけだ。神と人間を憎んでいるのは分かっているけれど、今のあなたは弱っているわ。恨みを今だけ忘れることはできないの？今だけ忘れる、愚かなブエル。世を癒したとしても感謝はせんぞ。汝はスメールと七国を滅ぼす巨竜をよみがえらせようとしておるのだ。あなたは病にかかっているだけよ。さよ。時間は不治の病であり、すべてのものを死なせる。ただし、世の病は重篤だが、頭は冴えておる。何時らに妥協した古代の竜とは違うぞ。そこまで堅くなにならなくても、私たちに必要なのは対立ではなく真実よ。真実か。これぞ知恵の神の逃れられぬ檻。世はすでに真実のために悲惨な代償を支払った。何時も遅かれ早かれ同じことになる。おい、行くなよ。気をつけて、何か出てきたわ。お、なんだこれ、初めて見るぞ。家族です。え、こいつらも家族なのか。キノコの姿じゃなかったのかよ。見た目、重要、違う、本質、同じ。この子たちを構成する元素力は私たちのものと同じです。つまりこの子たちは故郷の住民だということです。これはこの子たちが世界の滅亡を経験した後の姿なの。とても悲惨ですが、これも一種の適応です。家族の多くは逃げられませんでした。そして世界の滅亡を生き抜くために形態を変え、この子たちは今の姿になりました。本当に戦わないといけないの？おい、お前ら話せるか？助けに来たぞ。ただ生きていくためだけに力を尽くしたのね。火種に引き寄せられたんです。この力だけが苦しみをしばし消してくれます。ただ生きて
生きるためのエネルギーを探す本能だけが残って、他はすべて適応の過程で捨てられました。これが、禁忌の知識。もし禁忌の知識が、テイワットで暴走したら、私たちの世界も、こんな風になってしまうのね。陸に打ち上げられた魚たちは、世界中を探し回っても、一滴の水も見つけられない。ええ。でも、どうか手加減してくださいませんか。その子たちは悪くないんです。ただ生きたいだけなんですから。全部丸見えね。全員どけ！またかわせなかった。裁きの怒り。力尽きたみたいだな。しばらくは攻撃的にならないだろう。あいつら帰りたい故郷。ええ、分かっています。総竜の体内から離れるのも不本意だったのですね。元素力の状態に戻してあげられないかしら。長年苦しめられてこんな姿になって、外形がこの子たちの枷になってるみたい。火種、ね、あるいはアペプのオアシスの心だけがこの子たちを救えるわ。だけど火種を使うことは大きなリスクを伴う。そうですね、火種はもう使えません。僕たちだけ卑怯ダメ。なかなか難しい問題だぞ。ちょっと考えさせて。いいわ、やっぱり火種の力を使いましょう。この子たちを砂漠に残すなんてかわいそうだもの。心配しないで、これは私が決めたことだから。たとえどんな結果になったとしても私が背負うわ。消費される元素力は多くないのだけど、火種が不安定になってしまうことだけがちょっと心配ね。でも私の元素力でちょっと固めてあげれば問題ないはず。ありがとう、わがまま、ごめん。ありがとうございます、草の王。あなたたちにとって一番重要なのは故郷に帰ることのはずよ。今までたくさん経験を共にしたからもう分かったわ。それにあなたたちを守るだけでなく、あなたたちの経験したことを根拠にアペプともう一度お話ししたいの。何せあの巨大な総竜もあなたたちの家族のはずでしょ。私はあなたの味方ですよ、草の王。あなたから受けたご恩は一生忘れません。そう、そう。ありがとう。じゃあ始めるわね。故郷に帰りましょう、みんな。もうすぐ帰れますよ。うわぁ、光ってるわ。無数の知識と感情が私の体中を流れています。みんなも興奮していますよ。こんな短い時間で本来なら長い時間を要する成長を遂げられるなんて。お前はみんなの期待を背負ってるってことだぜ。ええ、やっと故郷に帰れます。それじゃあ出発しましょう、最後の旅路へ。プレイステーション。